ドン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 。だいぶ息切れしてきました。60歳7本やるって結構大変ですね。6本目ですよね。6本目はスリクソン Z585 じゃん。すごいですよね。スリクソンといえばね、そんなと言葉がなかなか出てこないんですけど、まあダンロップといえばゼクシオとスリクソンが2大ブランド。でも説明するまでもありませんが、ゼクシオは10になって、日本一、まあ、いや世界一売れているクラブといっても過言ではない。でスリクソンはね、ボールがもう本当に非常に人気があって、世界の松山選手も使ってると。でドライバー、びっくりしました。これね、記者発表行ってね、思わずこのロゴを確認したんですよ。これ本当スリクソンなのと。それぐらい前作が、名前はね前作引き継いでるんですよ、5シリーズで Z で名前引き継いでる。タイトリストみたいに名前ガラッと変えるわけじゃなくて、名前は引き継いでんだけど、ゴルフクラブはもうね前作の一かけらもないで、なんとダンロップ自体も前作のことをほとんど踏襲してないって言ってるんですよ。じゃあ何を踏襲したのか。さっき言いましたね、ダンロップといえばゼクシオ。このゼクシオのテクノロジーを入れたと。でもね、別にゼクシオって書いてるわけじゃないんですけど、じゃあどこを入れたかっていうと、一番はこのねフェイスがカップフェイスになったと。合ってましたっけ。あ、首端切れた。多分ね間違えないで、僕ね度忘れ激しいんですけど、ゴルフの約束もすぐ忘れるんですけど、そういう記憶力があって、カップフェイスになったと。でもう一つ大きいのが、これがねちょっと見えないんですけど、これはゼクシオと違うんですけど、じゃんここですね、もう今や主流となりつつある、カーボンクラウン、フェイスは、まあ、もちろんルール適合なんですけれど、ゼクシオのテクノロジーで非常にフェイスの弾きがルール適合で良くなった。まあこのね、ここにちょっとスリクソンのボールがあります。やはりねダロップクラブを打つならスリクソンのボール。あ、結構どうですか音、金属音。あ、これ音だけ聞いてたらゼクシオですね。まあフェイスは黒いんですけど、音は聞いてるゼクシオで、もう一つがここにウェイトがここに一つだけついてます。これはねタイトリストと一緒で、多分ここウェイトが変えられるんで、ヘッドの重量を選べる。これ僕大好き、すごい大事なポイントで、この585に関して言うとゼクシオと同じくチュルーンとしてます。ここがカチャカチャ式ではありません。シンプルなコース。よいしょ。でシャフトはもうねゼクシオ、スリクソン、ダンロップといえば、まあこれちょっと映んないと思いますが見せましょう。宮崎もねブランドですよね。宮崎シャフトのなんて読むんだっけこれ、ま読めない、マハナいうシャフトで、でこれはね僕ねあのダンロップ非常にこだわってるんですけど、映るかな、インターナショナルフレックスコードというのがあって、電話番号みたいですよね、5433下4桁電話番号、ここにかけるとダンロップにつながる。そんなことはありません。これは5というのは手元が、こっち側が手元側を4つにこう分けて硬さを調べてまして、手元が5で、少し手元が、真ん中の手元が4で、少し先っぽが3で、一番先っぽが3ってことは、一番手元が硬くて先になるほど柔らかくなる、中先調子というのを数値化してます。これは分かりやすくていいです。で実際ワッグルしても結構この辺がしっかりしてる。で何よりこのクラブを、顔が全てじゃないってさっき言いましたけれど、結構ね顔変わったんですよ。これ見てください。もうね丸というよりはね、三角、三角形ですよね。こう尖ってますよね、ここ。この三角の絞り込みが結構こう前作と顔がガラッと変わりました。まあこれは好みです。じゃあまあ顔よりもやっぱり打った感じが大事なん で長さがね
45.25、 少し、まあ、長いってことじゃないんですけど、いきましょう。うわ、手元しっかりしてるな。うん、ど真ん中、いい音するな。よいしょ、これはもう前作のスリクソンの音とは全然違いますね。よいしょ、今回2回目なんですけれど、まあね、昔はね、古い時はね、前作僕言ったんですよ、左に行かないゼクシオとか言ったことあるんですよ、スリクソンって。まあ、どっちかというとゼクシオが捕まるクラブなんで、スリクソンは、左のミスが出づらいクラブでも、この585に関して言うと、ゼクシオのテクノロジーっていうだけじゃなくて、こう捕まりがね、いい、大きいヘッドなんだけれど、受信距離がそんなに短いわけではないんですが、結構このヘッドのこのターンっていうのが手に伝わってきました。だからこのスペックでシャフトの重量はこれ 50g 台なので、まあゼクシオより軽いですから、まあどちらかといえばゼクシオというのは年齢層的に言えば割と高めで、スリクソンは低めっていうジャンル分けしてて、このグラブもね、50g 台でこのヘッドの重さ考えると、割とこうレンジがまだちょっとゼクシオ使うには早いよと。ゼクシオだとちょっと物足りないねと。まず第一ターゲットは少しね、ゼクシオよりは少しこうしっかりしたクラブを使う。だけどアスリート向けまで行くとちょっと捕まんないの嫌だよねとか、ちょっと難しいんじゃないのとかいう方は結構ゴルファー多いですよね。でそういう方に僕はこのシンプルな構造で、まあシャフトを純正非常バランスいいですから、まあゴルフで、うん、どう言ったらいいんだろうな、そんなにクラブのこうシャフトがどうのこうのとかそういうのこだわるよりも、クラブとして非常にバランスがいいクラブで、スリクソンの名前はついてるんだけど、もうものすごく練習をして、もうゴルフもうとにかくボールをたくさん打って練習したいっていう人よりは、割とこうあんまり練習しなくてもコースで出た時に、そこそこいい球が出てくれる、まあアベレージゴルファー向けのクラブではないんだけれど、キャラクター的にはアベレージゴルファーを、割とこう年齢層が高くない、30代40代50代この辺ぐらいで、練習はあんまりいかないけれど、そこそこちゃんと球が、で球の捕まりに関して言うと、これはね、僕ダンロップの良さで、癖がないですね。絶対捕まるとか絶対左に行かないとかっていうよりは、非常にストライクゾーンが広い。まあゼクシオだとね、まあ、値段的な部分もちょっと高いと。でもね、値段が安いから買うっていうのはやめてください。ゼクシオを打ってみてちょっと物足りないとか、でよそのクラブで少しこうアスリート向け打って、ちょっと球の出方が極端だから、もうちょっと、ニュートラルのクラブが使いたい、そういう方にはこうね、本当にこうありそうで意外とないクラブというのがこの Z585 スリクソン、特徴ではないかと思います。